塩化タリウムは化学式 TLCL で表される無機化合物である。無色の個体であり、タリウム鉱石からタリウムを精錬する際の中間性生成物。グリーンランドで産出する非常に珍しい鉱物である。ラフォーセイトは塩化タリウムの天然の形である。硫酸タリウムの酸性溶液に塩酸を加えることで、不要性の塩化タリウムが沈殿として得られる。 塩化タリウムの低い溶解性は化学合成において利用される。例えば、金属塩化物作体にヘキサフルオロリン酸タリウムを加えることで対応するヘキサフルオロリン酸誘導物が得られ複製生物である塩化タリウムはろ過によって容易に除去される。全体的な反応基準はヘキサフルオロリン酸銀のそれと同じであるが TL の方が酸化力が低い。また、 タリウムを放射性同位体の 201TL に置換した塩化タリウムは核医療において新チグラフィに利用される。心筋血流新チグラフィなどの心臓核医学に使われており、生体内におけるタリウムイオンの挙動がカリウムイオンと類似しているため、悪性腫瘍に対する利用も研究されている。室温においては塩化セシウム型の結晶構造を 有するが、冷却されると即座に、溶化タリウム型の単車症形に転移する。転移温度は不純物の影響を受ける。塩化タリウムは、他の多くのタリウム化合物と同様に非常に、毒性が強いが、不要性であるためにその毒性は多少制限される。プロティパトナイク、ハンドブックオブインオーガニック・ケミカルズ、マグロー、2002、ISBN0070494398、 ラフォセイト mindat.org, http://www.mindat.org スラッシュ ,min-27521.html2011 年7月21日閲覧福井里志ほか 全員生骨腫瘍における塩化タリウムによる瘍シ新チグラフィの有用性。日本医学放射線学会雑誌 5825https コロンスラッシュスラッシュ hdl.handle.net スラッシュ11094スラッシュ19711ホロマン、a f アイバーグ E インオーガニックケミストリーアカデミックプレスサンディエゴ 2001 ISBN 0から12から352651から 5M ブラックマンエトールザポリモルフィズムオブタリウムアザーハリデスアットローテンパチャーズプロクサイズソック77471ハットエーブムドリングタリウムハリデスニューアスペクツオブザステリオケミケルアクティビティオブエレクトロンローンペアズオブヘビアメングループエレメンツ RJ ノング、ケン、6882RP ローンズ &CH ペリーモレキュラーストラクチャーアンハーミニシティインタリウム用事度 J、ケン、サイズ58-271アーカイブド2012年7月10日アットアーカイブイズありがとうございます